どうも、あきです。栄冠ナインやっていきましょう。はい、では7年目夏の甲子園決勝をやっていきましょう。今年の夏初めての前評判 A ですね。はい、いやー泣いても笑ってもこれが最後なので、もう勝ってね終わりにしましょう。では最後進路でも相談しておきますか。誰だ、北見か。まあプロになるか微妙なラインスなんですよね、北見が。まあ職人にしようかな。 OK。さあラスト、そしてこの夏初めて石神がベンチ入りしましたと。まあスタメンは日向で行こうかなと思うんですけど、そこもねどう働いてくるかというところですね。そうだな、最後誰にするか。寺田にして打順をいじるっていうのも面白いな。いや、ただまあ穴にしようかな。2番がやっぱ一番使いやすいな。はい、でまあ3枚看板でずっとやってきましたが、本当にもうそこを最後まで通し抜きます。絶好調の人を先発にします。いきます。ほい。お、宮田と松野両方絶好調か。まあ、であれば、さすがに宮田で行こうかなと思います。オッケー。試合開始。いや、本当に、松野もまあ、予選は3試合ぐらいかな、先発しましたし。本当に3枚看板でしたね。あんまり先発数変わらないぐらい。まあ、ちょっと松野が登板機会に関しては少ないんですけど、まあ、成績は、一番安定したイメージがあるし、悪くないよ本当に。さあ最後、総合戦力マックス来い。マックスを倒して優勝したい。よっしゃ、これに勝ってこそ本当の優勝です。そして雨が降ってますね。さあやっていきましょう。2番アナ、お、ピッチャー赤特殊能力は非常に多いけど、161キロの変化量がやばいですね。5方向しかも伸びもし、いい3番だな。お、小笠原ガッツだ、絶対ガッツだ。ヒゲが生えてますね。はい、ガッツ強っ。え、ガッツってやばいっすね。アベヒパワヒ広角初めから持ってて、威圧感も持ってるのか。え、ガッツって栄冠ナイン最強選手まであるんじゃないかこれ。え、これ1年でこれってやばいな。え、もしかして小笠原が本当に一番栄冠ナインで強いんじゃないか。王さんよりも、大杉さんよりも強いぞこれ能力的に。やば、1年でそれか。特能がやばいですね。ガッツ育てたいな。なるほど、っていうね強いチームでしたね。そのガッツが4番か。1年で全然4番打てるよな、それだと。早急いい、肩 B70 でピッチャーのクイックは C、OK で、サードとファーストができると。よっしゃ、打とう。ガッツ入ってきてほしいな。よし、惜しい。さあ先制するのは、よし、こっちだ。 OK。 さあ阿部ひついたんで、もうアナンはミート中心でいきます。さあ行けアナン。どうだどうだ、もしかして入ったりしないかな。惜しい。でもナイスバッティングですね。ナイスアナン。3対2か。なるほど。まあでもこっちはピッチャーいっぱいいますから。はい。これは流し打ちで、まあランナーを最悪進めるバッティングをやってもらいましょう。23打点。お、10盗塁ももうやってる。まあ積極盗塁つけましたからね。オッケー、阿部ひナイス。これはもう走りましょう。はい、肩いいな。西田がね、この能力なんですよ。ちょっと今回本当にいい打線なんで、一度打線を確認しておきましょうか。はい、サード、1番サード北見、打率が、お、2割9分2厘まで上げてますね。2割前半だったので、夏始まる前にかなり打率を上げたかなと思います。まあ最後パワーが1個上がってくれると思うんで、まあ能力的にも本当に12分な感じですね。はい、で2番レフトアナン、すごい。うん、これが2年生です。阿部比、バント職人、意外性。非常に能力いいと思います。で、3番にセンター西田。これが強いんすよね。補給4は上がらないか、さすがに最後。でも本当に、うん、いい選手になってくれたなと思います。で、4番ショート藤原、天才。まあ、もうちょっと打ってほしいですけどね。まあでも3割は打っていますと。はい。5番キャッチャー新倉。ここの打率がやばい。4割4分9厘。6番セカンド寺田、パワー飛行格。うん、
能力的にも本当にパワーがあと2個上がってくれればかっこいいっていう感じですね。いやでも十分強いな。これはプロ入りするでしょう。はい。で2年の日向、うん、2年は3人レギュラーに入ってますね。日向をレギュラーにしたっていうのは育成的に大きかったかなと思います。まあ普通に考えれば石神だったんですけどね。で8番はピッチャーで、9番にこんな選手がいるとね、いうことで本当にロマンあるな今年の代は。うわ、盗塁1か。いやでもさすがにアナンなら走れると思う。これでも OK。 キャッチャー送球、二塁はセーフ。先行チーム重要な場面で盗塁を決めてきました。さあ究極ここは打たせたいな。西田だからな。西田、藤原、新倉と続くからここは打たせよう。よしよし、 OKOK。 3ついけるんじゃないか。これ3ついける。西田3ついける。よしよし、ケイ。さあ藤原、サイドの回か。まあ使うか。はい、能力が半端ないことになりますと。まあ急成長が来てくれた方が育成的には嬉しいんですけどね。藤原がな、うん、乗ってくればこのチーム強いよ。さらに乗ってこないんだよな。そのままベースを踏んでよ。バッターは3年生新倉、今日はサードだと。これはちょっと渋いな。まあお任せにしますか。新倉すごいっすね。ずっとこの1年間はレギュラーで出ていて、その中で4割4分9厘っていう成績ですからね。すごい。さあ犠牲フライになるか。ちょっと浅いか。ちょっと浅いな。ここはスクイズしてもよかったかもしれない。さあ寺田、これが6番にいるっていう怖さですね。寺田6番はやばいな。ここはパワー非降格なんで強振のまま行きましょうか。ずっと外角攻めてきてるしな相手。どうだ、抜けるか。うわーサードうまい。うわ今の、そうショートが取ってたら内野安打だったな。サードうまい、さすが強いですね。宮田はじゃあこのイニングまでというか、このバッターまで。宮田、いやこのイニングまでだね。このイニングまで頑張れ。ここ抑えたらもう一人投げる。抑えられなかったら変えようかな。よーし OK。 さあちょっとスタミナ的に辛いかもしれないけど、あと一人頑張って投げてくれ。9番バッターだ相手。よし、どうだ、ポテンにならないよね。オッケーオッケー。うん、6回2失点でまとめてくれたらもう十分です、この台であれば。はい、あー違うな、阿部ひつきましたからミート打ちでいきましょう。うん、阿部ひがついてからの成績が芳しくない。よし、これどうだ、もう一丁いけないか、もう一丁いけないか。走塁 A ですから彼は、彼はね。はい、ヒットエンドラン面白いよな。初球から振ってきました。違うな、なんでバントにしたんだ。ヒットエンドランだ、ここで。よし OK、 走れ、さすが走塁 A。 OK、 先頭チーム1点入りました。6対2、これは盗塁だな。走れ、ボールを2塁へ振った。よし OK、 ランナーが2塁に。ヒットエンドランかけるか。まあ最低進塁だ。藤原がねもっと打ってほしいですけどね。はい、ニクラ、1年の時の方が打率がいいっていうね、謎な現象が起きてます。さあこのニクラです。落ちるか、落ちない。よし6対2。おもう9回まで来た。アナン志向、さあ流し打ち。よし、やっぱ阿部飛飛ぶな。これ3ついけないか、さすがに無理か。西田、いやー3番と5番がね余裕で4割超えてるっていう。ちょっと待てよ、これ2塁打打ったらサイクルヒットじゃないか。じゃあ二塁打狙いに行くか。引っ張り強振ぐらいが一番二塁打になるよな。
甲子園決勝でサイクルヒット打とう。あ、くそ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 、これ二塁打にならないかな。篠田取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあラストイニング、おお宮田、これは変えましょう。じゃあまずはまあ3枚看板で最後締めたいんで、まずはじゃあ勝山からいきましょうか。あマジか、これ相手マックスなんだよな、冷静に。うわちょ待って、あ途中から石神になってる、石神もなので、はい、普通にダイソーで出たのか分かんないんですけど、まあ戦力として活躍していましたね。ただごめんなさい、ここ変えたい、ごめん、ちょっとそこは変えないと、さすがに変えないといけないんだ。 OK、 さあ最後気合い入れていこう。よっしゃ、何年ぶりの優勝だ甲子園。去年OK、 去年何位だったっけ、ちょっと待って、ド忘れした、去年見ればわかる。OK、 勝山ナイス。昨年はと言いますと WBC 高校、あれ去年優勝してたっけ、そうだ去年優勝したわ、だからこれ2年連続優勝だ、そうだ連覇じゃんこれ、そうだそうだ、去年藤原1年目で優勝できて、それがすごい大きかったんだ。よっしゃ連覇いこう。で最後締めるのは松野でいきたいな。うん、一番登板機会少なかったけど一番安定してた感じはあるんで、最後締めさせてあげたいんですよね。さあ熱血、で背番号1ソファーですと、エース、一応エースといえばエース。よーし162キロ、いいね、まあカード使ってますが162。さあ松野、負け、最後締めるんだ。で全員出せたと、甲子園ずっと全員出せたから、これで大きいな、それは。まあ助言しようか。さあ松野最後締めてくれ、熱血、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。おースローボールいいね、最後はゆっくり見ましょうか。第2球、すごいと157キロ、もう一丁いこう、低め。第3球を投げました、ワンバウンドした、ボール。なるほどね、フォークが外れてるんで、じゃあ内角に変更。投げた、よしセカンド寺田取って、一塁に投げた、おっしゃー、気迫を見せました。よっしゃー、夏の甲子園連覇、連覇は初めてですね。よし、素晴らしいドラマを見せてくれました。うん、まあ目標がね、同じ代での春夏連覇、まあ春夏連覇ってそういう意味なんですが、コメント欄でたまに聞かれるので、まあ、同じ代で春と夏の甲子園を優勝するというものを、ね、目標に掲げているのですが、まあ今年は本当にそれにぐっと近づけた年でしたね。はい、まあ春は残念ながら3回戦ぐらいで負けちゃったんですけど、ちょっと春には完成していないオーダーだったんですよね。夏にこういう感じになればいいなっていうのの、このすごい途中な感じだったので、まあちょっとねまだ間に合ってなかったんですけど、本当に夏はもう最強オーダーになってたなという感じでしたね。はい、育成が最後はうまくいったなと思います。やっぱりただ春負けちゃったっていう、うん、反省はあったので、そこは生かして今のね2年の代は育成しているので、来年こそ春夏連覇目指しましょう。はい、藤原は最後の年にね優勝できればいいなと思います。そして藤原はどこまで成長してくれるんですかね、それも楽しみですね本当に。実況担当は、はい、ということで雨の中甲子園優勝することができましたということで、おめでとうございますという方はぜひともグッドボタン押していっていただければ嬉しいです。そして最後の能力の上がり幅が、おお寺田が対左 C に下がっちゃった、あしかもパワーも S で届かなかった、なんかもったいないなこれ、マジか。まあでもこんな強い相手にその下げられるのはもう仕方ないですね。はい、ひたみがパワー2上がり OK、 パワー A にひたみなりましたと、ミート S パワー A、 総力も S、 うん、で守備面も結構上がっていると、アナンがミート A87 まで上がりましたね。西田が、あー補給があと1個で B で超かっこよかったのにオール B 以上になったんですけど、まあいいでしょう。藤原も守備が89、新倉惜しい、総力あと1個、ただこの辺もまあドラフトねかかればまた1個上がるんで大丈夫でしょう。
1個ぐらいは上がってくれると思います。ソガオが160キロきた。オッケー。で石神のミートも C になりましたと。うわ、松浦のパワーも1個、なんか1個だけ足んないなこのバイク。まあ、まだね本当に練習設備が整ってた時に入部してきたわけではないんで、これ以上強い選手が作れるわけですよ今後。もう楽しみしかないですねそれを考えると。はい、 OK。 うん、下の学年をすごい試合にいっぱい出せたんで、そこも良かったと思いますこの台。はい、いやーそうなんだよな、下の学年すごいいっぱい試合出せたんだよな、それいいよな。よっしゃ、名門キャプテンはまあ藤原にしますかね。そうですね、さすがに藤原にしましょう。3割切っちゃってるな。バランス、はい。おお、誰がプロ入りするんですかね。このドラフトはすごい面白いですね本当に。まあ、毎年エースって大体ドラ1なんですけど、誰がエースかも分かんなかったし、まあ確実にするのは多分西田。西田だけはずーっと下の学年からレギュラーで出ていたので、彼は確定だと思います。ちょっと気になるのが北見。成績はそんなに良くないんですけど、まあ2年1年の時から準レギュラーぐらいではあった。まああとは新倉。まあ寺田もしますね。はい、寺田も1個下からレギュラーだったんで、寺田、西田は確定。あと3人誰が入ってくるかっていうところがね、すごい楽しみですね。はい。いやー、ということで、いよいよ本番です。この台がね本番だと思います。春夏連覇目指して頑張ってやっていきたいと思いますので、引き続き5000円のほどよろしくお願いいたします。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。栄冠9の動画いつも楽しみですと。そして今後もねぜひとも続けて頑張ってくださいっていう方はグッドボタンよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。